さあ解説実況席のコメンテーター田原さん、はい、まあ、モブスタイル、はい、サポート選手の2人が、そうですね、しかもこの重要な位置で戦うことになりました、はい、もうね、ひたすら脇汗をかきながら見たいと思います。もう見届けるしかないですもんね、はい、始まりました。まずセンターを取ったのは根津、倉本、おっと今おでこですかね、飛び込む打撃勝負か、エルボーあります。さあまずは根津が先手を取るのか、ただ澤田選手、はい、倉本の飛び込み、そしてあのジャーマン4連発とか、はい、代名詞になるもの増えましたから、そうですね、いやお互い一発あるんで、はい、すごい楽しみというか、じゃあ緊張感あります、うん、さっき清水選手バックハンド、レスリングではこの倉本はグレコローマンですから下半身への攻撃というのは許されていませんでしたが、まあ、投げの強い選手であるんですが、さあここまでは目まぐるしい動き、さあ解説ルミネさん、はい、ちょっと言葉が出せないぐらい、ちょっと、はい、目離せないですよ、ワンツースリー、ちょっとあの倉本選手もいつもより焦ってるかな、ちょっと顎が上がってたな、今カウンターでパンチもらうリスクありますね。さあ蹴ってきた、蹴ってきた、レスが蹴ってきます、タックル、膝グラウンド、分かってます、離れます、いいですね、これ根津選手はあのリッチさを生かしてストレート系をしっかり打った方がいいと思います。なるほど、まっすぐのパンチ当たりますからね、先に倉本はあの平川智也戦右のオーバーハンドで35秒のナックアウト勝利、秒殺をしてみせました。ハーフキックですね、足が流れます、もう一度、これはサード選手痛いんでしょうね、そうですね、おお、伸びるな、リーチないけど肩が柔らかい、ミドル、ただ田原さん、グラボト選手もこんな蹴られ方ってなかったと思うんですね、そうですね、そうね、根津選手はカーフキックとかでもう1、2発当てとけば、はい、踏ん張り効かなくなるんで、倉本選手のタックルも、なるほど、早い段階で当てといた方がいいですね、おお、倉本選手当てかんだ、すごい当てかんだ、おお、返す、おー、すごい、ジャーマン、ジャーマン、すげえ試合、ジャーマン選手うおーって言ってました、もううおーしか言えない、言えないですね、いやこんなにフルスロットルでいいんでしょうか。これ田原さん、はい、先考えてないっすね、2人ですね、あーこれ倉本いいポジションですね、ニオンベリーバック投げる、すげえ、まだあるぞ、ジャーマー、これ本当にこれで KO できるんで、攻撃根津優太もこんなに投げられたことはないですよ、ないですよね、まだあります、うわすごい、すげえ、殴りながらジャーマン3連発、さあ根津が止まった、聞いてますね、聞いてますね、根津が止まった、残り50秒、いや4連発、うわ聞いた、聞いた、これは聞いた、これは聞いた、根津が動けない、立つ、でも立つ、頭から落とそうとしてる、でも立つ、まさかの、まさかの効いている、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 5連発、5連発、
5連発効いてますかね。効いてますね。いやもうだいぶ来てますよ。これ止められても止めてもいいかもしれないですけど、はい、さあ残りほとんどない。根津は5連発を受けて6連発。ここで本田今肩から落ちたけど、その後は後頭部打ってますから、これ相当ダメージありますよ。すごい。ユミナさん、目が怖い。いやこれはやばいですね、本当に。30年の歴史で、ジャーマン連発どころか。というか、いや、こんな世界でもここまで類を見ないんじゃないですか、こんなに。この総合で、こんなにちゃんとした強い相手に対して。一発一発全部後頭部を打ちつけるっていうか、頭部への衝撃を伴っている。はい、サード選手どうですか。いや怪物ですねこれ。ただやばい。あとはまたスタミナの問題ですとかね。はい、どうなるんだっていう。コメンテーターの田原さんがちょっと固まってしまってるんです。さあここでリカバリーが何かで熱ができたかどうか。すぐやっと逃げる。ボディパンチ組んだ。抱える膝。ただね、澤田選手、はい、根津にも意地はあると思うんですよ、はい、先に総合の世界に飛び込んで。あ、疲れてるか。おっと、ちょっと疲れたかもしれない。これ膝とかね、チャンスはまだありますよ。頭が下がったところ危ないです。ただバック取らせるとまたあります、はい。そこはそう、はい、ちょっと今ローブロー、はい、一旦時計が止まります。ただやっぱ倉本選手も疲れてますね、うん、初めてか、うん、ここまで疲れてる、ね、うん、あと割と1ラウンドで決着してるから、うん、これまで7月の平川智也さんは1ラウンド35秒、その前が海下ドラゴン龍太で1ラウンド4分15秒グラウンドパンチ、さらにその前ジャーマン4連発と言われた岩城とは1ラウンド1分44秒、はい、確かに KO 勝ち3連続 KO は全て1ラウンドなんですよね。デビューからの2戦はガッツ、それから榎本に対しては判定。すごい応援なんですね。これ膝とかうまく、膝とローをうまく使えばまだ根津選手チャンスありますね。さあ再開されました。投げます。足を固まれます。さあまた後ろ、いや戻す。あの足うまいな。また後ろ。バック。これは皆さん今の動きだと後ろ取られるよりも、そうですね。寝ちゃった方が、はい、マウント取らせたりした方がいいっていう選択ですよね。はい、よく立ち上がるときに後ろを見せてもいいからもう立っていくっていうのと、これはもう苦しい選択です。根津でもうでも無理に投げるのはしないんじゃないかな、疲れちゃうから、はい、でもなんか会場みんなが期待してますよね。期待はしてるね。確かにみんな期待してますよね。なんですか、本人も覚えることがどんどん新しいことを覚えられて楽しいと、それを試合にどんどん出していくと。さあ疲れている熱、チャンスですよ。疲れている倉本、カーフキックですね。カーフ、あーバックハンド、うわうまい、猫だましですね今ね、うん、さあ第1ラウンドでジャーマン5連発、倉本、これは澤田選手ね、根津も投げられないようにこらえるっていうのも、はい、体力使いますからね。使いますよね。お、まさかのチョーク。スリーパーの体勢ですが、さあ倉本がここから動きはあるか、後ろか、ガード、ネジがガード、これはサイドに出ています。
あどうする船本、右足右足もいい、さあ首を取ってなんと、なるほど、足と頭を固定している皆さん打ってますね。そうですね、ちょっと開けていこう、2分2分、さあこれ肘だ、熱が突き放そうというところ、船本が抑えます、こう蹴り上げやりますか、ああ回転、前に倒れます、立てないですね、立ったら投げられるんで結局我慢できないんでしょうね。6発目です、もう1回作る、30年のシュートの歴史でジャーマンスープレックスを6回見ました、初めてです。さあ残り1分に差し掛かろうというところ7発目、しかもこれ結構ケージとかに当たったら結構首やばいかもしれないですね、あの打ちどころというか落ちる場所、はい、当たる場所もありますからね。さあ船本はフィニッシュとすればどうする、こういうコツコツもありかもしれない、さあ残り40秒になろうというところ、さあ田選手どうですか、船本も疲れてなくはない、いや疲れてるとは思います、疲れてると思うんですけど、それ以上に熱選手が消耗してるって感じですね。30秒です、第2ラウンド30秒、選手もう一回今のやろう、まさかの絶対いける、いや最後ちょっとこれはもう自分が戦ってると思うとしんどくてしょうがないと思うんですが2ラウンドに入ってもジャーマン2発出ましたね、はい、しかも今セコンドがもう一回同じのやろうって言ってましたからねすごいわ、いや熱もやばいね、この根性、ね、最後もうこれ止まるかというところで打ち返してますからね、レスラーでもこういう試合多いですもんね確かに、確か関西のバンタム級のチャンピオンシップであの激闘男石橋啓太とも、そうですね、ありましたね、ひどい打ち合いをして初防衛というのがありましたからね。さあいよいよ第3ラウンド、レズ選手は3ラウンドを迎えるの初めてですね、そうですね、あの倉本はですね、あですよね、ちょっと倉本選手がダメージがちょっと深そうですね、ちょっと立ってられない、おいやちょっと危ないかも、これはちょっとこれでも止めてあげた、セコンドはちょっと考えないと、倉本の方はやはりしっかりとした今足取りです、足取りだけでは熱が圧倒的不利になって、あ投げました、あやここでストップです、そうか、まあ、そうか、いやー激闘だ、じゃあちょっとダメージが心配だな、はい、3ラウンド、これはコーナーストップということになりますかね、そうですね、いわゆるタオルではありませんけれども、いや タオルと同じですね、はい、1秒青森の倉本和也選手のテクニカルノックオン、やっぱり壮絶な結果になりましたね、いやポテンシャルすごいな、1ラウンドジャーマン5発、2ラウンドで2発、徹底的に熱を追い込みました倉本和真が3ラウンド0分01秒テクニカルナックアウト勝利、衝撃の KO 勝利となりました、倉本和真選手に一言いただきたいと思います、シュートジム東京倉本和真です、今見せたように成し合いになったんですけど、結構やっぱ僕ももらう場面も多かったんですし、やっぱ根津さんうまいベテランなんで、
これ勝ったことは僕にとって大きいことなんで、これから、もっと上目指して、まず中東チャンピオン、そこからまた上を目指して、今以上にもっと頑張っていきますので、これからもっと注目してください。ありがとうございました。ありがとうございました。7戦目敗 5KO の超新星が現れました。倉本選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。解説のルビナさん、今バンタム級世界は熱が2位で倉本7位だったんです。その間には3位田丸匠、4位魚井フルスイング、5位曽根一馬、6位安藤達也います。環太平洋で言っても根津と倉本の間には田丸匠、安藤達也、魚井フルスイング、誰と組んでも、いやでも誰と組んでももう KO 勝ちする可能性を持ってる選手ですね。2020年、いや恐ろしい、倉本が頂点を目指す大きな関門突破となりました。田原さん一言。あ、すごいですね。すごいですね。本当に、はい、やっとなんか田原さんが緊張から解放されている姿が。それにしても化け物が登場です。倉本和真圧倒勝利。